日光東照宮の建造に関わった職人たちがその後岩槻にとどまったと言われ、江戸時代から続く岩槻の人形作り、その技は国の伝統的工芸品にも指定されています。中でも当局のコレクションより生まれた人形の博物館では、御所人形、ひな人形、羽子板、五月人形や操り、からくり人形など多彩な収蔵品が展示されています。